さあ、そしたらホイールをね、戻したい、ですね。はい。で、グリスね、オイルシート塗って、はい。で、戻していくと。で、ちょっとこう、ベルトがありますんでね、ベルトはちょっとこう逃がしてね、はい。で、高さが、ちょっとセンタースタンドで、高いんで、ちょっと中にね、でなぜかというとね、これね、ちょっとね、突起があるんですよ。で、突起に引っかかっちゃうんで、そうすると、このカラーがね、落っこっちゃうんで、そういう都合で、ちょっとはい、っていうことです。これぐらいかな。それでベルトをかけて、で、ここの、ベルトをかけると、ですね、このカバーがね、当たったりしますんで、気をつけていただくね。はい。で、あとこれ入れる。ブレーキのサポートですね。こうかな。結構素直。うん、そんなにうわ、うわ、苦しいなこれっていうような作りにはなってないですね。はい。そして、アクセルボルトを入れると。いうことで、はい。よいしょ。で、ね。ここ出てきました。ね、これ結構ね、素直なんですよ。うん、よいしょ。で、入れてね。ね。はい。で、閉める。で、テンションかけるんでね。はい。これが実は重要なんですよ。うん。で、一応、マーキングがあるんで、大体のね、怪我規制みたいなのがあって、まあ、そこに大体合わせる。で、最後、微調整する。っていうのが、一応流れになりますかね。で、ホイールを10回転ぐらいして、ベルトのセンターですね。センター見る。はい。っていうのもあります。センターが出てないと、この状態でね。っていうのがあるんですよ。閉めてないでしょ？そう。閉めてるときと閉めてるときと閉めてないときでまた変わっちゃいますから、これがまた微妙なんです。うん。これドカティでね、純正で使っているベルトの、これヘルツで出るんですけど、で、スマホのベルトテンションメーターっていうね、アプリがあって、で、それでやるじゃないですか。大体一緒なんですよね。それ考えるとこれで十分じゃないかって思っちゃうでしょ。ね、思いますよね。ゆる、ね、まあいいんですけど、まあそれ全然ね、問題ないんですけど、合ってりゃいいんだから、で、こっちはほら、振幅 60Hz、214。書いとこう。60Hz は214。緩いね。もうちょいか。よいしょ。で、これでどうかしらね。で、69、283。で、これ今、69の、69Hz だったんですよね。で、こっちで、この、テクサのあれで測ります。67Hz。ね、大体一緒なんですよ。大体一緒。はい。67Hz でしょ？うん、大体一緒なんですよ。大体一緒。すごいよね。こんなもん。で、だいたい300いくつなんで、それでまず合わせて、325、74Hz。だいたいこれぐらいですかね。それで締めるとおそらくまた少し上がるんですよ。で、それで OK なんだね。で、だいたいセンターに来れば。そう、左右に1ミリ以上の、あればいいっていうね、感じなんですよね。
大体合ってます。大体合ってる、うん。こんなもんなんだ。でこれを少し、気持ち落とすか。これぐらいか。で、大体、そうですね。きっちり左右一緒っていうのは難しいですけど、大体、うん。1ミリ以上あればっていうね、あれなんで。はい。そう。あと気持ちなんだけど、その気持ちをちょっとやるとずれるんですよね。うん。もう一回やろう。390、81ニュートン。大体合ってるね。テクサでもやるか。あ、82、一緒だね。ほぼ一緒ですね。すごいね。いて、81の390。よし、そしたらば、閉めて、はい。で、測ってもう一回って感じですね。はい。一回、オーナーでやっちゃってるんで、ちょっともう一回、うちで規定トルクで締め直しますね。多分10キロぐらいだったかと思うんですが、ちょっともう一回確認して。ということですね、規定トルク11キロから13キロっていうね、やっぱりリアクスル太いあれなんで、ナットも大きいですしね、やっぱりトルクも大きいですよね。はい。ということで、決まりました。大変。なんか、あれっつってね。はい。さあ。それでですね、ちょっといろいろこう外し、都合上外すんですけど、クリップがついてないとか、あとワッシャーが一個な、本来入ってるべきワッシャーが入ってないとか、ね、そういうのがありますね。はい。どこ行っちゃったんですかね。そしたらば、パッドにグリスを塗って戻すと、ね、暗くなってきちゃった。暗くなってきました。遊んでたわけじゃないんですよ。あ、そう、あと年がね、まあ、ね、昨年はね、サボっちゃったんですよ。いいかーっつって動画でおめでとうございますなんて言えばいいかーと思ったけど、まずいよね。ダメですよね。本当申し訳ない。失礼でね、送ってない。いただいてるのにお返ししてないっていう失礼なあれになっちゃうから、はい、今回はね、はい、ちょっと、はい、出させていただくということですね。はい、そう、ただキムコジャパンとかは出さなくていいでしょう。どう思います？キムコジャパンは出さなくていいですよね。キムコジャパンは師匠のところはね、出さないとまずいね。うん、まずいよね。出してくれてるしね。そう、まあ、うち保険入ってるからね、あちらでね、そういうまだお付き合いはねあるんですけど、はい、まずいよね、まずいなって。そう、やっぱり礼儀とかね、うん、そういう世界ですから、やっぱりね、失礼だよね、出さないのね。いただいていながら出さないっていうのは本当に失礼だよね。礼を失するってことだからね。人としてっていう世界になってくるとまずいですよね。すいません、すいません、はい、すいません、今更すいませんじゃん、態度で示せっていう感じですよね。そうなんですよ。はい、うちのにやってもらってます。はい、文章は途中まで私が作って、あと構成かけてくれました。
長いとかね、うん、長すぎる、俳句じゃないんだから余計なことをどんどん減らしていくっていうね、うん、そう当初の文章とはだいぶ変わった気もしますが、まあ一応ね、はい、入りました、はい。でね、これあの ABS とね、あれがあるんで、これこっち通しますよね、こうね。で、ギリギリですから、ギリギリでもないのか、こっちは。ね、ギリギリでもないです。後ろはギリギリでもないですね、はい。前はブレンボになってるから、あの、パッドを外さないと取れません。はい。そういう仕組みになっております。はい。ね、はい。前は大丈夫ですね。あ、後ろは普通で。これはパッド外せると思うので、あの、そんなにね。で、で、大丈夫ですね。はい。そしたら ABS もね、はい、のせ、これもつける。よし、そしてこう止めてね、入れて閉めるのね。前後 ABS ついております。はい。ね、閉めます。ね、でここクリップがあるんで、これで止めます。はい。ありがたいことにね、何台もやらせていただいてですよね、あの、大体、あの、あ、これ、これ、これ、こうで、こうでって分かるんですよ。はい。ありがたいね。はい。うん。どういう作り、どんなものがついてるかっていうのをね、はい。最近なんかやってなかったなと思ったんですけど。納車整備してないね。うん。売れないことには納車整備もできないんですけどね。買いませんか？ね。いいっすよ。はい。さあ、そしたらね、はい。あんまりね、宣伝メーカーと怒られちゃうんですからね。なんでつって。売りて、売ろうとしてるだけじゃねえかみたいな風に言われちゃうとね。侵害、侵害じゃないんでね。そう、売ろうとしてるんですって。ね。ね。お前、ケムコの回し者だなぁなんて言われちゃうとね。でもあの、そんなことないんですよ。だってほら、フォルツァでしょ？ね、フォルツァ。PC、あと PCX160 もあるしね。1月に入ってきますから。ね。全然、ほら、別にほら、ヤマハはないね。ヤマハはないから。いいんですけど、ヤマハは危険だからね。はい、ね、はい、いいですね。はい、ね、ベルトも問題なしと、ね、そうベルト、あの駆動ベルトはですね、特に破損とかなければ交換しなくていいんですこれ。はい、だからある意味経済的だと思いますよ。はい。あとはこのバイクに何キロ乗るかですね。10万キロ乗る、まあでも10万キロ走ったってこっちは変えなきゃダメだね。駆動、あの変速ベルトの方がね。変速もベルトじゃなかったらいいのにね。何がいいですかね。無段階だけど、ベルトじゃなくて無段階変速でできないのかな。うん。いいですね。くそ、これなんだよね。そう。これが気になるんだよ。そう。気になるっていうのは、気になるんですよ。そう。ね、そう。で、よいしょ。ね、これ止めて。ね、適当に見えるでしょ。適当に見えるけど、いや、ちゃんとやろうとはしてるんですよ。ね、これ手で入っていいでしょ、はい、で、ここ、ないんだよね。いいのかな、ないんだけど。ここのボルト、これでいいのかな合ってんのかな。そもそもそこがもう、その段階からして怪しいね。うん、ここワッシャーがないんだけど、いいのかな。なんか変だな。なんか、あれなんか違うんじゃないかな。こう、ついてる、あれが、なんか違う気がするな。なんだろう。あれなんか変だな。まあ、いいか。多分、なんか変わっちゃってるような気がするな。本来のがついてない気がする。うん、多分、なんかこう、脱着して変わっちゃったんじゃないですかね。違うかな。上がつかない。見えない。ボルトになったやつは難しいですね。見えないね。ね。まあ、ね。はい、閉まりました。はい。なんか部分ちょっと、あれっていう部分があるけど、まあ、いいか。ね。
うちはほら、あの、ね、ディーラーって言っても、あのね、個人店なんでね。ね、はい。よし、そしたらマフラーを戻すか。これだけできるんで、スリッポンでいいんですよね、実はね。触媒前に入ってるからね。どっか作ってくんないですかね。私、お金は出せないから。車両はご提供できるんですけどね、お金は出せないですよね。そこなんだよ。うちが注文するみたいな形になっちゃうとね、厳しいから。車両は、あの、昔できるんだけど、いくらでもね。うん、車両はいらないって言われるな。もう一回乗ろうかな。乗ったんですよね、これね。耐熱ね。うん、そうしないとね、錆びちゃうんですよ、ボルトが。やっぱり。錆びないのか、そういうもんじゃないんですけど、そういうもんじゃないと思いますけどね。ちょっと塗っとくんです。はい、1100度まで対応してるらしいですから。よし。そして、本締めをすると。ね、いいでしょ、はい、そして、マーキングしとくか。締めてあるから OK と。まあ、ここも OK なんですけどね。OK。はい。で、後ろはね、あと不動系とやりましたね。あと前ですね。タイヤもお持ちになるって話だったけど、お見えにならないから、いいか。片付けるか。うん。で、ウェイトローラーは、11から10、10グラムね。ちょっと、はい。落としております。はい。っていうところで、KRV ですね。180TCS。はい。こんな感じで整備をさせていただいているということでございます。はい。ということでね、タイヤどうするのかな、うん、横は戻しちゃっていいかな、カバーね。はい。この、ここですね。これ外すのにね、これちょっとずらすんで外しましたけど。はい。シルバー、あ、そうか、シルバーか。シルバーは、この、ツヤありの黒なんですね、横はね。はい、面白いんですよ、うん。マットカラーは、ツヤありになるんでね、はい。これね、配線ここに入れることによって、ちょっとね、ここがキチキチになっちゃうんですよね。こっち側の、いろんなものが走ってるんで。向こう側の方が、なんかね、いい感じがしますけどね。よし。OK。ね。あと、まあ、排ガスとかも測りますが、とりあえず、いいかな。で、これグリップヒーター、なんていうのか、後付けのグリップヒーターっていうのかな。あ、ついてるんですよね。スイッチどこについてるんだろうね。どっかにスイッチついてるんじゃないのかな。これね。これか。あ、USB から取るんだ。これ。で、これ、何が変わってんのこれ。どうなってんだろう。どうなってんのこれ。わかんないな。面白いね。いろんなものがありますね。はい。こう。ね、面白いですね。はい。さあ、そんな感じでですね、今日も、はい、もう暮れてきましたんでね。そろそろお開きっていう感じでね。はい。キムコ PTM。なんだろうな、燃費。ね、資格としては何があるかな、燃費かな。燃費が50キロ走ったいですね。はい。ね、40キロ。30キロ台後半、は寂しいですね。やっぱり50キロ。50キロですかね。50キロ。目指せ50キロ。ね、リッターあたりね。そうすればガソリン単価7リッターでも750キロ。まあ300キロぐらいは普通に走れるっていうね、ことになるからいいですよね。まあ、スクーター難しいかな。なんか変速機新しいの作れないんですかね。CVT でしょ、ベルトでしょ、駆動してでしょ。何かこう違うものって作れないんですかね。ね、やろうともできると思うんですけど。まあ、コンパクトでね、一番、シンプルでお金もかからずっていうことなのかもしれない。まあ、定期交換でき、ね、定期交換部品が入ってるから、お金にはなるんですけど、できればメンテナンスフリーでね、どこまでも乗れるような車両を作ってくれると、ね、いいんじゃないかとかね、思うんですけど。困っちゃうけどね。バイクやっとしてはね、うん。でも、そういうのがあった
いいよね。うん、そう、ミッション、そうするとミッション入れなきゃいけなくなるとかね、なるのかな。そうすると大きくなっちゃうとかね。うん、ね、スペースがっていうことになるかもしれないですけど。なんか方法ないですかね。あとこの、無段階変速の新しい無段階変速機を作れないですかね、なんてね、こんなこと言ってると結構作ったりするんですよね。どっかね。うん。